お待たせいたしました。続きまして河内音頭を踊っていただきます。はい、皆様こんばんは。今度は桜川義和会社中の皆様です。それではお願いいたします。桜川義和会の桜川義信でございます。ただいまより河内音頭を一席取らせていただきます。踊り子さんどうぞよろしくお願いいたします。ほっ。さてはこの場の皆様へちょいと出ました私はお見かけ通りの若輩でよく来いまかり出ました未熟者お気に召すよりゃ読めないけれど700年の昔より歌い続けた河内音頭に乗せまして精魂込めて勤めましょう。縁と死の始めの新たまや松尾端の知恵無正月やがよく来い早2月の色梅や3月桜の花盛り人が見上げる4月9時5月の梅雨に咲く花は早めなだいかかきつばたほらよいどこさ永遠6月ボタンに蝶が舞う7月の花に咲くはぎやんがよく来い照らす8月たごとづき心地よく見る9月に君10月もみじに泣く鹿や11月の垂れ柳風に吹かれて末長く10と2月の切り替わってまで浮世に間残す桜川ほらよいどこさっさろよいやさっさ永遠ヤクザがヤクザと言うけれどヤクザなりゃこそぎが硬いよく来い一食一飯義理のため何の恨みもなく愛きと切ってやんしたんあの白わらじ行くもの行くまま風吹くままに昨日は東に今日は西へ行くへ定めぬ旅の空がそよ吹く風にもみを隠す今日はお寺のお堂の下よ明日はお宮の縁の下アンドスも抱きねえに虫の音聞けば捨てた分今日は思い出すヤクザが都政は辛いものほらよいどこさっさろよいやさっさ
女子まで言わお前だ江戸の神門立つのある街道清水の次郎長と共に何話で名を挙げた本名は大阪千吉が刺した刀が親譲り長曽根を里に有働小鉄部屋と刀がだなとなあって合図小鉄と人は呼ぶさよいとこさ縁起温島原下熊町へ来るは雀の歌声によく行こい会津よいとこ男のこんばん身分に今度部屋にはこてつ薩摩嵐が不幸とままよ男は血しぶき鴨川血取り泣けば虎鉄の唾が鳴る流行り歌にと歌われた金星橋脚ある中で会津虎鉄の売り出しをいかがなるのか時間待って河内温度に浪曲は合わせて千葉陣へ見稲様の清金へお耳に伝えましょう空よいとこさ永遠とシワがわずかに十八でその頃何はの顔役でよくあいほい飯やす殺した千吉はしばらく何話におられない人の噂も七十五日百日経てば空吹く風しばらくほとぼり覚まそうと三脇さんにな一人旅大阪後にやってきたのが江戸表その頃名代の会津部屋政五郎宅にわらじを脱いだ世話になること一年以上そらよいとこさあさのよいやさあさあ永遠おめえの苦した飯やすとお江戸の神門立つ頃は兄弟同様の間柄がよくいこい江戸へ出てきて一年以上俺から神門宅へ何の年立つせんゆえにこらえの強い立つごろどんもしびれ切らして十太をはよこしたのには違いない神門怒るは無理はないまだとちゃ若いでわかるまいがヤクザにゃヤクザの道がある年立つせんのは俺の山に千山よ腹も打とうがなる堪忍は誰もするならぬ堪忍するがまことの堪忍よ今はの頼み砂利のない喧嘩してくれるなと言ったと思うや哀れやまさぐる
もはやこの世の人じゃない。永遠の秋の涙でお身打ちが頭と村に済まされる妖怪恋なぬかなぬかやみんなぬかや三十五日や四十九日政五郎が亡くなって今日がちょうど101日目なんと思ったか千吉は香りを身につけその頃はやった薄茶の長いも胸で結んでくるりとかけて使い慣れたる長袖くてつ中座やふっとわしづかみ中身を調べてにっくり笑い誰か拾えと音落し刺し切り打ち荒い右手は回収余った左で塚頭ふっと押さえて爪楊枝横に加えて小柄な男が反り身になって正目の下駄もふんわと高くせかず騒がず浅くさえ遠心門立つ頃表がった当家の親分心門によくいほい話があってやってきたおらかみ方の千吉というわからなければ伊豆部屋の居候こてつと言ってもろたらすぐわかるご面倒ながらお取り次ぎ聞いては回収しばらくお待ち慌てて奥へと来るなれば火鉢のそばで立つ頃が着せる片手にえいおおそうか それじゃあ若造が出てきたのか野郎な庭の兄弟分飯やす殺して江戸へ来て一年以上も年経つないどんな野郎か調べてこいと重太をやったが言った重太が酒機嫌聞き間違えて政五郎どんにとんだ迷惑かけたというとてもこのまますますまい野郎のことじゃで人手を借りて仕掛けて来るには違いない来たときゃ腕とその度胸調べてやろうと待ってたが人でもからずただ一人やってくるとは千吉は年は若いが末に見込みのある男粗相のないように案内しろ客人お通り願いますまっぴらごめんと千吉はどすつかんで奥の間の神門立つ頃目の前に死んだ政五郎とっさん生かしてこの世に消すのかそれともおめえの首くれるのかそれが嫌なら俺と勝負をしてくれるのか無理な願いじゃござんすまい話は三つで返答は一つ、いいとかろうとか
色よい変と聞くまではてこでんへこじても動かせぬ空よいとこさっさろよいやさっさあんなにくり笑って立つのがいかにも相手になってやろう立ち上がらんとした時に愛の襖がガラリと開いて待っておくれと六人連れ清水港で名も高い次郎町三階堂見物新聞宅へとわらじを脱いだ縁は稲物味なものそこで次郎町が中にと入りめでたくてうちを済ませましたその後虎鉄が十五代一橋の灯し天へ初めて京都へ登ったがんがよくいこい愛やこらせどこいせ縁があったか会津部屋の頭となって暮らすうち間もなく起こった稲荷の山の大喧嘩そのまた縁故があるために街道の次郎町にお江戸の神門身内を引いて稲荷の山にドドドドドッと駆け上がるけえ2年2月の半ば岐阜で名代の稲荷の山に赤白黒の三段バレ輝き渡る大病館会津お鉄の売り出しはまたのご縁と預かりましょうそれでは皆様さようなら はいどうもありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。